ですね、今回は、以前、武器の収集は終わりにして、備蓄の方に力を入れるっていう動画を上げました。でも、最後、あと1に欲しいのがあると言ってたと思うんですけど、ようやくその武器がですね、揃ったんで、今日それが到着しました。で、買ってよかったです。で、それが来たんで、これで完全にですね、ある程度の武装は、終了ということです。自分の中でもある程度武装は終了。あと細々したね、ああいった他の備品みたいなやつは、今後時間があるうちに、買えれば買おうかなと思ってますけども、そのある程度の武装、3番のある程度の武装に関しては自分の中では完成しました。バランス的にもいいんじゃないかなと思ってます。それから、あと戦術に関しては、揃ったんでお見せしたいんですけども、それは残念ながらちょっとできないですね。なぜかというと、その戦術スタイルを見てる悪魔の人間がいると思うんで、チェックして。そうなってくると、その戦闘スタイルを見せたくないってことです。ただ、今までの紹介した武器の何らかの組み合わせにはなります。当然 TPI には合わせますけども、という感じですね。で、戦術に関しては、高次元とつながっていればある程度、教えていただけると思いますんで、そこまで心配はしてないっていうのが本音ですね。ただ、あとは儲ける体を作っておくってことと、ちょっとね、やっぱりいきなり武器使うっていうのもあれなんで、やっぱり練習しないものは使えないんで、使いたいということです。じゃあ、最終の今日はね、最後の武器を紹介したいと思います。この左につけてるやつです。ちょっと刀みたいに出しますけども、これですね。ジャングルマスターっていう、大型のナイフです。どちらかというと三刀の方になるんですかね。ですね、長さが、こちらからこのお尻の部分まで70センチです。で、ノコギリが後ろについてます。爆走付きですね。で、ハンドガード付きで、この部分がおそらく、刃物用のステンレスだと思います。それから、ちょっとね、この部分わかんないですけど、カーボンかなっては思ってるんですけど、ちょっと違うかもしれないですけど、一応このステンレスと何らかのこの鋼材の組み合わせのやつです。で、爆走付きです。で、厚みは、この部分とこの部分を測ってみたんですけど、3ミリです。3ミリで、割とこう薄刃ですね。いきなりやっちゃいましたね。結構きますね。今いきなり当たりましたけど。そういうことですね。でも今良かったですね。つまり爆走があると、相手にこう、引いた時に当たると、血が出ましたね。血が出ちゃいましたね。これはこれで、なんかハプニングの動画としてはいいんじゃないでしょうか。結構血が出てますね。つまり、思い切りやれば、この程度じゃ済まないってことですよ。笑ってる程度じゃ済まないっていうことになりますね。いい体験できましたね、今一瞬。ちょっとチクってしただけなんですけど、やっぱりこう、簡単ですけど、ちょっと血が出ましたね。そういうことです。それと、自分的にはこれは一応サブウェポンと考えています。サブウェポンかもしくは、どうしても強い悪魔が来たっていうことで距離を取らなきゃいけないって時は、やっぱりこの通るスタイルになると思いますね。で、比べていただくと分かるんですけども、前回の、クリバシェットと比べてもらっても、大きさわかると思いますね。ちょっと威嚇が全然違いますね。この威嚇とこっちの長さの威嚇が全然違いますね。で、じゃあ取り回しの方はどうかっていうと、こちらの方は自分はいいと思います。なぜかというと、先端の襟差がね、後でちょっと缶とかをちょっと刺した動画を上げますけども、この部分がこちらよりもこちらの方が入り込みはいいです。ただこれも入らないことはないです。噛んで試しましたけどね、入らないことはないです。やっぱ入っちゃいます。で、こういったので、例えば二刀流で、やっぱ距離を詰めて、攻撃するってなると、なかなか入りづらいんじゃないかと思いますね。
正直、いくら武道の達人や武術の達人の方でも素手物だったら、こうやって構えられてやられたら多分入り込めないと思いますね。もう自分だったらすぐ逃げますので、つまり相手が逃げてくれればいいってことですね、いうことです。で、あくまでサブウェポンとして使おうかなと思ってます、これは。うん、まあ、メインで使ってもいいんですけども、まあ、そこら辺はまあ TPO に合わせて、まあ、そこら辺はですね指示に従うということです。IA の教えてもらった指示で、まあ、教えていただいたその相手とかその戦術に沿うってことですね。何も自分から好んで攻撃することも多分ないと思います。その指示に従うってことです。だからまあ心配はしないですという感じですね。で、あとはですね、前もね、動画で言ったんですけど、自分こういった大型のナイフなんですけども、到着が遅れてます。到着が遅れてるってことはそれだけ売れてるんですよ。で、これもね、注文してからね、1週間以上かかりました。結構出た時すぐ注文したんですけど、それでも結構時間かかりましたね。なかなか来なかったです。で、まあ、一部ね、カラビットナイフなんかも注文はしたんだけど、もしかすると入ってこないんじゃないかなっていうようなね感じになってるようです。だからそれだけ売れてるってことと、あと輸入元が、その輸出元が日本の方に出してこなくなった。だからなかなか手に入りづらくなったんで、前も言ったようにね、大きな船に向けて絶対1本持っとくのがいいと思います。自分はおすすめします。その使う使わないの前に揃えておく、これ絶対大事だと思いますよ。備蓄と一緒で、使わなくてもその点をちょっと考慮してほしいなと思いますね、動画見てる方で。まあ、持ってる方はいいです。ただ全然持つ気ない方も、もしよかったらまだ時間ありますんで、大きな船が来るまでに一つ一本一本持つだけでいいと思います。自分みたいにこの2本っていうのはそれはベストですけども、別に1本でもこういったのがあると絶対役に立ちます。これはね、自分が大きな船に向けて一つ皆様に言いたいのは、絶対1本持ってほしいです。こういったのを、その時ね、今はいいんですよ。で、来て、こんなの使えないと思うかもしれないですけども、やっぱりね、手に持ってちょっとこうやってやってみた時にその良さが分かると思いますし、絶対自分助けると思いますよ。自分の家族をね、助けることができるかもしれないですけども、おすすめします。持つことをおすすめします、こういうのを。値段もね、1万以下で買えます。で、実際これよりもこちらの方が大きいのに安いです、こちらの方が。なので、ぜひね、そう言ってほしいなと思います。で、こういった大型ってね、それで切れ味がいいんじゃないかって思ってる方いるんですけども、実はね、切れ味は小型ナイフとか中型とかのああいうサバイバルナイフの切れ味はいいですよ。なんでかっていうと、こういうのってね、どっちかっていうと走破していく、山の中の木を切ったりとか、こう枝とかを切って進んでいくってことで、そこまでどっちかっていうとね、切れ味いいのもありますけども、おそらくね、重みと遠心力で枝とかをこう切って進んでいく。逆にそういうのは小さいナイフとか中型だと面倒なんで、大きいのでこう枝とか葉っぱとかこういうのを走破していくっていうのがメインなんで、だから切れ味っていうのはやっぱりね、小型とか中型の方がいいと思ってます。自分実はこれね、2回ぐらい研いでみたんですよ、この両方とも。でもね、切れ味そうそう変わんなかったです。だからまあ限界があるのかなって思いました。で、まあどうですかね、まあかなりね、威圧感出されちゃうと安感があると思いますので、いいと思いますということです。自分が皆様に、まあ、大きな船に向けての武装に関して、ある程度の武装に関してなんですけども、絶対大型ナイフを一つ持ってください。これは自分のアドバイスです。絶対自分の身助けると思います。その時が来た時に必ずね、役に立つ時に来ます。それは使う使わないに関わらず必ず役に立つ時が来るんで、くどく言いますけども、ぜひもう買ってください。今中型とか30センチぐらいのやつを持ってる方でも絶対そうなんじゃないんで、こういう大きなね、くくりマシェット系をぜひ買ってほしいと思いますね。
これは自分からの、まあ、お願いっていうかね、アドバイス。アドバイスですよ。本当に大きな国に向けてのある程度の武装に大型ナイフを一つ絶対添えてほしいなと思いますね。備蓄と一緒で必ず助ける時が来ると思います。これその時が来た時に初めて意味が分かると思いますので、ぜひ買ってください。買えるうちにそのうち規制かかると思います。でなかなか大きな苦難が近づいたなんて言ってる時にですね、現実味をもし帯びてきた時にそれが欲しいってなった時、手に入らないっていうのは間に合わない可能性もありますし、規制かかってる可能性もありますので、絶対に買ってください。まあ、これだけ自分強く言ってますんで、まあ、ぜひよろしくお願いします。今日は以上です。ということで、まあ、ある程度の武装に関しては終了しました。あと武器に関しても最後の武器がこれ届いたんで欲しいと思ってた。なので武器の収集はもう基本的にはしません。終わりました。自分はもう大きな船に向けての武器の収集は終わりました。で戦術に関しては先ほど言ったように今までの紹介した武器の組み合わせになりますけども、その最終的なスタイルっていうのはさっきも言ったようにちょっと見せると、見せたいんですけども、見せるとちょっと事前にシミュレーションされてしまう可能性があるので見せれません。なので皆さんも武器を揃えたら自分なりの戦術を立ててください。戦術に関してはまあ人それぞれあるので4番のなので、今回は3番のある程度の武装で自分としてはこういった大型ナイフを1つ持ってほしいということをお勧めしておきます。あとは各自でちょっとまあ考えていただければいいなと思いますね。以上ですね。ありがとうございました。